さあ今夜のゲストなんですけども、ゲストとしてはもう1年半ぶりの登場になります、ガールズバンドサイレントサイレンさんが来てくれます。4人バンドなんですけども、今日はどの2人で来てくれるのか楽しみでございます。今夜の音楽ビートも最後までお付き合いどうぞ。改めましてこんばんは、山本昇です。 ESP ミュージカルアカデミープレゼンツ音楽ビート、それでは今夜のゲストをご紹介しましょう。サイレントサイレンさんです。どうもこんばんは。こんばんは、サイレントサイレンです。ボーカルギターのスーです。キーボードのゆかるんです。よろしくお願いします。フレッシュよろしくお願いします。お願いします。その決めはやっぱり何年経ってもやるわけですね。そうですね、はい、念のため、はい、今のところまだ、はい、やっております。というか今日がなんとこうびっくりしたんですけど、11月14日が、うん、サイレントサイレンさん、はい、デビュー記念日なんですね、これね。はい、そうなんです。おめでたい、めでたい。いや、これめでたい。ちょうどデビューされたのは2000何年でしたっけ。2012年そうです。はい、ちょうど丸3年経ちましたよ。すごいな。あっという間。あっという間でした。あっという間ですね。あ、そうですか。その3年のうち1年半この番組ごっそり留守番僕守ってたんですけどもただでも僕もごめんね、ライブ7月に渋谷公会堂、はい、これ久々にライブ見させてもらったんですけど、ありがとうございます。変わってた、いろいろ変わってた。おマジで。前は僕ね、サイレントサイレンのキーボードの印象強かったんですよ。おうおうおう、キーボードピポパポっていう、はい、ピコピコ系の。ところがもうギターバンドみたいに、おスーさん、またしかもギターめちゃめちゃ弾くやんと思ってびっくりしたんですよ。おそう、だから今までは例えばフレーズとかあったら、あ、これサポートギターさんライブ入られるんで、うん、あ、これサポートギターさん弾いてるのかみたいな、スーさんは全部弾いてるぜこれみたいな。そうですね、結構シフトをそっちにチェンジして。違い出てますよね。やってますね。いや、もうほんま立派な22歳ですその年齢を私は大丈夫です。あ、ごめんなさい、わかりました、はいはい、でもお前渋子を見てね、ゆかるんさんも元気いっぱいで、はい、もうあのステージの向かって右側にキーボードね配置されてるんです、はいはいはい、いつ見ても左手上げてる、はい、そうなんですよ。右手でこうキーボードを弾きながらいつ見てもまっすぐ左手上げてる、はい、あれ大丈夫あれ。なんかすごいもう慣れたんで筋肉痛とかなんないんですよ、うんうんうん、左手だけは。そういう仕上がりになっちゃった、はい、なんかそういう仕上がりに、仕上がりだって仕上がりになりました。噛んでないよ、うん、あ、そうなってね、はい、そのライブ盛り上げるのもまたね、うん、お上手で。めっちゃうまいです。めっちゃうまいですいや、元気だけが、元気でこう、あの声が大きいのだけが取り柄なんで、はい、もう声だけ大きい声出しとこうと思って。いや、そんなこと、はい、あのラブファイターって曲はいはいはい、 F-O-V-E ラブファイターあれ、あれ、ね、振り付けやったり、はいてますね、あれすごい、僕すごいですよ ね、 ね、あれはほぼワンマンライブでしかやらない曲なんで、うん、あ、そうなんですか。はい、そうですね。あれをまた振り付け先生みたいな感じでゆかるんさんやるから、はい、素晴らしい。俺ほんま先生がほぼさんに見えてきてあれゆかるんじゃないとできない。はい、ゆかるんじゃないとできない。あれできないですよね。あれスーさんできないでしょ、あんな、はい、できないし、一回リーダーのひなが、うん、ドラムのひながやったことがあるんですけど、うん、すごかったですね。まあそれはそれでレアで良かったんですけど、はいはいはい、やっぱりそういうのはゆかるんが上手いですね。いや、でもそういう人柄が出てるのすごいキャラでいいと思いますよ。はい、というそんなサイレントサイレンさん、この1年半番組出てる間にもいろいろありまして、はい、どっから触っていこうかなとはいうことなんですけど、やっぱなんといってもこれ今年の1月の、はいはい、日本武道館ライブ、イエイ。もうちょっとこれ聞いた時、まずニュース聞いた時びっくりでしたし、うん、これ僕ちょっと見に行けてないんですけど、はい、もうほんまにやったんか、もう怖なってきてこれ確か武道館の発表をするとき山本さんが一番最初だったんですよ、ラジオで。そうかそうか、ラッキーガールのラジオの時来てくれたからね、はい、あの時は。あ、そうなんです。おめでたい日は山本さんっていう、すごい節目節目で山本さんと、はい、そうですね。もう武道館すごい、どうでした、ゆかるさんとか。いや、もう、うん、とにかくすごかったですね、うんうん、もうこう幕が降りた瞬間に、うん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 、バッって広がる、うん、あのサイサイカラーのピンクに染まった、一面ピンクに染まった武道館を見れたのが、もう未だに鮮明にこう思い出しますね。
でもお客さんの顔とかもなんか見えたみたいな、うん、めちゃくちゃよく見えます。あんな広いとこでも、はい、すごい喜んで、めっちゃ笑顔でこう一緒に歌を歌ってくれてるファミリーとか、あとこう昔から応援してくれてるファミリーのみんなすごい号泣してくれてたりとか、ね、それを見てこう私たちがこうもらい泣きしそうになったり、もらい泣きしそうに、はい、でもまだ1曲目だったんでまだ泣けないと思って我慢してたんですけど、私頑張ろうっていう、あ、そうなんや、すごいもう感動しましたね。なんかアンコールもすごい劇的な思考であったみたい、うん、はい、うん、アンコールは、うん、私たちがバンドを組んだ時の当時のスタイルでやったんですけど、お客さんのところにセンターステージを作って、うん、ああいうたらまあ花道の先っちょにみたいな感じの、はい、はい、なんかこう結成した時に、うんうん、あの本当に肩がぶつかるぐらいの狭さのところで練習とかをしてたので、それぐらいのサイズ、うん、の場所で、あの今はあの楽曲プロデューサーとしてこう裏方に回ってて、もともとバンドメンバーでギターを弾いてた久保直樹くん、うん、もギターで参加して5人でやりました、うん、はぁ、はい、それちょっと感動しますね。原点すっごい感動しました。一番最初にできた散らない花を5人で、曲もそれでやってた、はい、演奏したんですけど、それさすが泣いちゃった。いやちょっと泣いちゃいましたね。でこうみんな、うん、こう泣きそうなのを我慢してたりとか、私スーがすごい泣きそうなのをこう涙がこぼれないようにすごいこう上を見ながらこう演奏してる姿とか、ノーキャンが弾いてる姿とか見て、こうみんなでこう顔を見合わせながらこう演奏してたんですけど、すごいグッと来ちゃいましたね。やばい、その場にいて嬉しかったです。思い出しただけでもやばい、はい、やばかったですね。かなり。ということで今年はね、その1月に武道館やって、はい、もうリリースの方もね、はい、立て続けにありましたよね。そうですね。まずアルバムが出たんですよね。はい。あれ何月でしたっけ、アルバム出たん。2月です。2月、タイトル何でしたっけ。サイレントサイレンです。そうです。ちょっとドキドキ、はい、する間が来ますけども。それから、シングルが6月、8月と。はい。6月がハッピーマリー。はい。8月が8月の夜というのを出まして。はい、夏のフェスいっぱい出たんですけども、はい、でこの度、今年3枚目のシングルが発売になりました、はい、11月4日でございます、はい、タイトル教えてください。せーの、アラーム。いいですね、若いフレッシュ22歳プラスアルファ、はい、気になっちゃう。ごめんなさい、だいたい同年代みたいな感じで大丈夫です。ちょっと違いますね。ということでアラームが出ました、はい、いやでもこれリリースすごいですね。もうテンポ感というか、早すぎだなと。いやこれ俺のほんま心配ある。早すぎは多分スーさん歌詞書いておられるんで、歌詞とかどうですか、大変ちゃいます。歌詞大変だなと思う時もあれば、こうすんなりいく時もあればっていう感じなんですけど、やっぱテンポ感的には早いなと思いますね。ね、すごい、はい、もう 2,3 ヶ月でトントンいってる感じしますもんね。その間にライブもあったりフェスも出たりしてるわけですからね。そうですね、夏は海外にもこう香港、台湾、インドネシアでもライブをしてたので、もうほんとライブの合間にこう、曲作りもしてっていう感じでしたね。しかも今回のですね、アラームっていう11、もう11枚目、うわ、はい、あーすごいですね。11枚目だ。この11枚のシングルはあのドラマの主題歌になってるんですよね。はい、そうです。これ書き下ろしですからね、ほんだらこれ。そうですね、すごい。ただこの曲聴いて思ったのが、ちょっと AW ソングやなと思ったんですよね。そうですね、なんか今回3曲新曲を出してるんですけど、リスナーさん分かってる AW って何か。 AW です。おしゃれな単語知ってますね。これおしゃれな単語なの。割とおしゃれです。 AW っていうのほんまは AW オータムウィンター。 AW メモとこ AW に、はい、一か八かで掘り込んだの。AW あ、オータムウィンター秋冬ソングっぽい感じしたんですけど、うん、まあジャケ写的にもチェックみんな着てたりとか、はいはいはい、でまあ秋っぽさは出てるんですけど、サウンド的にも、うんうん、なんだろう、こう一枚羽織ってるみたいな感じの、ちょっとあったかい素敵な表現、サウンド一枚羽織ってる。はい、だからもうイントロのギターの感じからしてもなんかね、あ、ちょっとシリアス感みたいな。曲の前編にピアノがね、後ろでバーって弾いて、これがまたね、そうなんです、コード感がめっちゃありますね、はい、これええ感じなんだ。あと歌詞がまたね、いいんですけどもね。だから歌始まった瞬間、なんか俺青春を感じたんですよ。なんかわからん、このおっさんが。本当ですか。これマジで、部屋中にループするでも一気に俺グッと。へぇ、あとプラスもう一個気になるとこ言っていい、はい、あ、終盤に出てくる楽器がちょっとごっそり抜けていって、はい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 、スーさんの声がにょっきり前に出て、落ちサビ、はい、I want to make your smile 夜が明けて
朝が来るように、はい、あそこグッと来た、ここと思って聞いてくれた。はい、いいですよね、あそこ。あそこいいですよね。いいです、すごいいい、すごいいいって思いながら毎回聞いてます。やっぱりそうでしょ、うん、メンバーさん思うでしょ。すごい、ほんまこの歌聞いてスーさんの歌声の可愛さ5割増しと思って。でもなんかこう、はい、朝の爽やかさみたいのは出てるなって。まあまあこれね、ティファニーでいつかティファニーで朝食をですからね。はい、曲いきますか。はい、曲紹介お願いします。はい、11月4日にリリースした新曲です。サイレントサイレンでアラーム。はい、ね、あれ見てると面白いのはやっぱスーさん、はい、料理してるシーンというか、はい、フライパンをちょっとファファファーっとしてるんですけど、あれ見た人がこれ料理やっとらん人やな。違うんです、あれは大げさにやってって言われたんで、はい、監督さんからの、はい、もう大げさにやってた。あ、なる、だからちょっとなんか振り方下手くせな思ったん。いや、もうあれはもうね、監督の、ね、なるほど。本当はできるんですね、じゃあ料理をね。そうです、もちろん。はい、何得意料理なんですか。え、目玉焼き。これしないです、どうでしょう。あ、でも目玉焼きがすっごい美味しいらしいです。はい、目玉焼きだけは。教えてもらう、美味しい目玉焼きのコツ、どうやったら美味しくできるんですか。うちのフライパンで、うちのフライパンで、うちのスージのフライパンで、はい、普通にも卵を割って2個割って、でちょっとだけ時間を置いて水を入れて蓋をして、もうずっと離れずにこうやって見て見守ってるんだ、はい、で水がなくなったぐらいの時に蓋を開けて、ですごい様子を伺って、こうあー今だっていう時にお皿に移すっていう。この尺いる、この時間。あ、でも美味しくできるんですね、目玉焼きね、はい、それ以外はちょっと。そうですね、はい、わかんない。このミュージックビデオ、あのゆかのさんも、はい、僕的にはちょっと世代的に気になったのが、はい、ちょっと一ネタ掘り込んでますよね。そうですね、あの眼鏡かけていらっしゃるんですけど、はい、まあまあこれちょっと僕ら世代で言うとケント・デリカットさん風に、はい、目が大きくなっちゃったよー言うて。これが分かんないもん、分かれへんのこれ。それがちょっと分かんないんですけど、でも私の場合土入りのスタッフさんの土入りのかなり度が高めのメガネだったので、はいはいはい、逆に目がちっちゃくなるよってなってました。はい、でもちょっと引きの絵だったので、はい、全然伝わってなかったみたいで。いやいや、俺はチェックしました。伝わってました。もうなんだ、掘り込みはったなと思った。なるほど、わかりました。ということで、ミュージックビデオも別にご覧になってください。はい、さあここで一応いきますか。さあ、自分が音楽人だなと思う瞬間。そうですね、はい、なんか何の曲を聴いててもハモりたくなっちゃう。ほう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 、わかる、わかる、うん、例えばあ、ハモっちゃったって言うもんね、うん、あ、ハモっちゃったって、ね、ハモっちゃった、なんかちょっと軽く鼻歌にハモっちゃったって感じとか、なんか曲を聴いてて、うん、全然その曲自体にハモりは入ってないのに、こうハモってみたりとか。なるほどね、はい、かっこいい、かっこいい、いいと思いますよ。ちょっとありますか。あれですかね、自分のパートのことしか言えないみたいな。だからアイニャンとかもなんかあれさ、ドゥドゥダーダダン、ドゥドゥダーダダンとかあるじゃんとか言って、でもいや、そのドゥドゥダーダダがやっぱベースのパートだからわかんないみたいな。わかる、あ、いやいやいや、なるほど、自分のパートを言ってしまうみたいな。なるほど、例えば僕もバンドやってたんでカラオケって入ってるんですよね、はいはい、で歌ってみてよ言われたら俺コーラスしか分かれへん人。ああ、分かります、分かるでしょ。はい、私もあの逆に主メロ歌えない。そう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 、なっちゃって、歌詞も俺知らん人、いやそれは知っといて言われてごめんっていう。あ、そういうものですもんね。はい、ありがとうございます、はい、ということで今回のシングルはですね、タイプが3つ出てるんですね。はい、初回限定版の通常版 AB と出ておりまして、AB がカップリングが違うんですね。そうです、 A が光、はい、B が君好きスマイルというところなんです、はい、僕ね通常版 B のこの君好きスマイル、はい、これ結構ねっぽい曲やなと思ったんですけどね。これは一番サイレントサイレンっぽい曲ですね。やっぱりでもそれがあえてのこうカップリングに入っているっていう、はい、まあちょっと大人になったサイレントサイレンというわけで、ではアラーム、見た目1ミリも大人になってないですけどね。でもこれちょっとね、歌もちょっと早口ラップ的な感じで遊び入れてるとか、はい、面白いなと思うんですよね。そうですね、なんかこうこの曲が一番遊べるなと思って、うん、ポップだし、うん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 、だからいつもやったことないそのリリックを詰め込んでラップ風にするっていうのをこの曲の2番でやってますね。すごいです、これやっぱりスーさんならでは、22歳ならではの彫り込み方やなと思いました。22歳でラッパーにこういいと思います。手を出そうと思って出していこう。あと気になるのはやっぱり何とでもよく出てくる印象に残るフレーズね、君が好きだからキスしたい、はい、まあなんてストレートな、これも感情赴くままやんと、もう腹立つからどつきたいみたいな、はい、それぐらいのイコール。そうですね、うん、もうなんか好きすぎるからもうチューしたいわみたいな、うん、素晴
なんかこれも学生の映画なので、うん、学生を主題にした映画なので、そのもう学生目線、学生の男の子目線なんですよ、どっちも2曲とも。なんでちょっとその思春期の男の子、あ、なるほどな、はい、ちょっと落ち着いてる男の子と、ううもう活発で、はいはいはい、もうね、君しか見えないみたいな。なるほどなるほど、はい、こちらが映画通学シリーズ、通学途中の主題歌になっているということで、はい、ちなみにギターソロ行ってからピアノソロ行くんですけど、こんなライブとかすごい映えそうやなと思いましたけどね、うん、ドラマチックみたいな。そうですね、うん、結構最初はソロパートを大事にしてて、どの曲にも結構ソロがあって、うんうん、ピアノだったりとかギターなんですけど、うん、この君好きスマイルとかはピアノを弾いててギターが絡んでってみたいなところもあったり、はい、結構この2人がソロ的には絡み合うことが多いです、うん、ね、はい、多いですね。これぜひともライブ行きたいですね、うん、そして、光の方なんですけども、これがですね史上最高にサビが高いというか、そうですね、うん、サビ終わりとかもすごい高くて、うん、ヒーって思いますねこれヒーと思いました、ヒーと思いますけど、うん、その高さがやっぱり切なさに変わってったりとかします。これ見たら AW ソングですもんね。そうですね、これもかなり、ね、使っていくナチュラルに AW って言いました、今違和感、口がすごい違和感あるけど、はい、AW ソングです。だから僕ね、サイサイさんでやっぱり全力でダッシュする曲とか、うん、はいはい、あとまあ、うんうん、そう、なんて歩いてるウォーキングするような曲もあるけど、これはすごい軽快なジョギング的な、うん、ランニングソング的な感じの印象でした、うんうん、はい、うん、いい表現ですね、素晴らしい、ランニングソング、はい、ありがとう、入りました、ありがとうございます。さあ、ここでお知らせいきたいと思います。今年もね、その海外ライブやったり、はい、全国ツアーやったりしたんですけど、年末またライブあると、はいはい、すごいですね、これツアータイトルが、年末スペシャルライブ覚悟と挑戦という、はい、すごいです。大阪、名古屋、そして東京と、はい、あるんですけども、東京が12月の30日どこですか。東京体育館で今揃えて言おうと思ったね、ごめんね東京体育館、代々木にあるね、駅を行くすぐある、めちゃめちゃでかいとこですこれ、うん、俺だからあそこでやるのかみたいな、すごいなでも改めて思いました。いやでもそれ、うん、あの会場にぴったりのようなこう演出とか、あ、マジですか、はい、今までにはなかったことを考えてるので、うんうんうん、はい、でも確かにあのサイサさんのライブすごい楽しいですよね。そうですね、うん、エンターテインメント性にこうやっぱりかなり力を入れてるので、ね、だから今年の見た渋港でもサイサイコーナーでね、はい、お客さんに借り物競争をやるという、はいはい、客好き降りていって貸してみたいな、そうです、あの時たまたま最前列の方が2人にね、あげて、うんうん、うわまさに最前と最前や言うてねそうですね、ちょっと面白いやんと思って懐かしい、よく覚えてますね、俺は全て覚えてる、最前と最前、ね、はい、よう言えたなと思って、腕を上げたなと思って、すごい、そんなことがあったね、そうだ、おかげさまで、大したもんだよ最善と最善でございます。それでは東京大会も何か楽しいエンターテインメントである、はいはい、分かりました。サイレントサイレンのお二人でした、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後に曲紹介いきましょう、通常版 A のカップリングいきたいと思います、お願いします。サイレントサイレンで光、あのラブファイターっていう曲はいはいはい、 F-O-V-E ラブナイっていう、あれはね振り付けやったり、はい、出ますね、あれはすごい、僕すごいですよ ね、 ね、あれはほぼワンマンライブでしかやらない曲なんで、うん、あ、そうなんですか、はい、そうですね、あれをまた振り付け先生みたいな感じでゆかなさんやるから、はい、素晴らしい、俺ほんま先生がほぼさんに見えてきてあれゆかるんじゃないとできない、はい、ゆかるんじゃないとできない、あれできないですよね、あれスーさんできないでしょ、あんなできないし、一回リーダーのひなが、うん、ドラムのひながやったことがあるんですけど、うん、すごかったですね、まあ、それはそれでレアでよかったんですけどはいはい、はい、やっぱりそういうのはゆかるんがうまいですね、いやでもそういう人柄が出てるのすごいキャラでいいと思いますよ、はい、というそんなサイレントサイレンさん、この1年半番組出てる間にもいろいろありまして、はい、どっから触っていこうかなとわいうことなんですけど、やっぱなんといってもこれ今年の1月の、はいはい、日本武道館ライブ、イエイ、もうちょっとこれ聞いた時、まずニュース聞いた時びっくりでしたし、僕ちょっと見に行けてないんですけど、はい、ちょっともうほんまにやったんか、もう怖なってきてこれ確か武道館の発表をするとき山本さんが一番最初だったんですよ、ラジオで。そうかそうか、ラッキーガールのラジオの時来てくれたからね、はい、あの時は。そうなんです。そうかそうか。めでたい日は山本さんっていう。すごい節目節目で山本さんと。そうですね、もう武道館すごい、どうでした、ゆかなさんとか。いやもう、うん、とにかくすごかったですね。うんうん、もうこう幕が降りた瞬間に、うん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 、バッ
って広がる、うん、あのサイサイカラーのピンクに染まった一面ピンクに染まった武道館を見れたのがもう未だに鮮明にこう思い出しますね。はあ、でもお客さんの顔とかもなんか見えたみたいな、うん、めちゃくちゃよく見えます。武道館あんな広いところでも、はい、すごい喜んでめっちゃ笑顔でこう一緒に歌を歌ってくれてるファミリーとか、うん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 、あとこう昔から応援してくれてるファミリーのみんなすごい号泣してくれてたりとか、ね、それを見てこう私たちがこうもらい泣きしそうになったり、もらい泣きしそうに、はい、でもまだ1曲目だったんでまだ泣けないと思って我慢してたんですけど、まだ泣けない私頑張ろうっていう、すごいもう感動しましたね。なんかアンコールもすごい劇的な趣向であったみたい。はい、うん、アンコールは、うん、私たちがバンドを組んだ時の当時のスタイルでやったんですけど、お客さんのところにセンターステージを作って、うんうん、ああいうたらまあ花道の先っちょにみたいな感じの、はい、はいはい、なんかこう結成した時に、うんうん、あの本当に肩がぶつかるぐらいの狭さのところで練習とかをしてたので、それぐらいのサイズの場所で、うん、あの今はあの楽曲プロデューサーとしてこう裏方に回ってて、もともとバンドメンバーでギターを弾いてた久保直樹くんもギターで参加して5人でやりました、うんうん、はあ、はい、それちょっと感動しますね。原点すっごい感動しました。一番最初にできた散らない花を5人で、曲もそれでやってた、はい、演奏したんですけど、それさすが泣いちゃった。いやーちょっと泣いちゃいましたね。でこうみんな、うん、こう泣きそうなの。さあ今夜のゲストなんですけども、ゲストとしてはもう1年半ぶりの登場になります、ガールズバンドサイレントサイレンさんが来てくれます。4人バンドなんですけども、今日はどの2人で来てくれるのか楽しみでございます。今夜の音楽ビートも最後までお付き合いどうぞ。改めましてこんばんは、山本昇です。 ESP ミュージカルアカデミープレゼンツ音楽ビート、それでは今夜のゲストをご紹介しましょう。サイレントサイレンさんです。どうもこんばんは。こんばんは、サイレントサイレンです。ボーカルギターのスーです。キーボードのゆかるんです。よろしくお願いします。フレッシュよろしくお願いします。お願いします。その決めはやっぱり何年経ってもやるわけですね。そうですね、はい、念のため、はい、今のところまだ、はい、やっております。と、はい、というか今日がなんとはあ、びっくりしたんですけど、うん、11月14日が、うん、サイレントサイレンさん、はい、デビュー記念日なんですね、これね。はい、そうなんです。おめでたい、めでたい。いや、これめでたい。ちょうどデビューされたのは2000何年でしたっけ。2012年そうです。はい、ちょうど丸3年経ちましたよ。すごいな。あっという間。あっという間でした。あっという間ですね。あ、そうですか。うん、その3年のうち1年半この番組ごっそり留守番僕守ってたんですけどもただでも僕もこの前ねライブ7月に渋谷公会堂、はい、これ久々にライブ見させてもらったんですけど、ありがとうございます。変わってた、いろいろ変わってた。おマジで。前は僕ね、サイレンさんのキーボードの印象強かったんですよ。おうおうおう、キーボードピポパポっていう、はい、ピコピコ系の。ところがもうギターバンドみたいに、おスーさん、またしかもギターめちゃめちゃ弾くやんと思ってびっくりしたんですよ。おそう、だから今までは例えばフレーズとかあったら、あ、これサポートギターさんライブ入られるんで、うん、あ、これサポートギターさん弾いてるのかみたいな、スーさんは全部弾いてるぜこれみたいな。そうですね、結構シフトをそっちにチェンジして、違い出てますよね。やってますね。いや、もうほんま立派な22歳ですその年齢を私は大丈夫です。あ、ごめんなさい、わかりました、はいはい、でもお前渋子を見てね、ゆかるんさんも元気いっぱいで、はい、もうあのステージに向かって右側にキーボードね配置されてるんです、はいはいはい、いつ見ても左手上げてる、はい、そうなんですよ。右手でこうキーボードを弾きながらいつ見てもまっすぐ左手上げてる、はい、あれ大丈夫あれ。なんかすごいもう慣れたんで筋肉痛とかなんないんですよ、うんうんうん、左手だけは。そういう仕上がりになっちゃった、はい、なんかそういう仕上がりに、仕上がりだって仕上がりになりました。噛んでないよ、うん、あ、そうなってね、はい、ライブ盛り上げるのもまたね、お上手で、めっちゃうまいです、めっちゃうまいですいや、元気だけが、元気でこう、あの声が大きいのだけが取り柄なんで、はい、もう声だけ、大きい声出しとこうと思って。いや、そんなこと、はい、我慢してたりとか、うん、私スーがすごい泣きそうなのを、うん、こう涙がこぼれないようにすごいこう上を見ながら、うんうんうん、こう演奏してる姿とか、うん、ノーキャンが弾いてる姿とか、うん、見てこうみんなでこう顔を見合わせながらこう演奏してたんですけど、すごいグッと来ちゃいましたね。やばい、その場にいて嬉しかったです。思い出しただけでもやばい。はい、
やばかったですね。かなり。ということで今年はね、その1月に武道館やって、はい、もうリリースの方もね、はい、立て続けにありましたよね。そうですね。まずアルバムが出たんですよね。はい。あれ何月でしたっけ、アルバム出たん。2月です。2月、タイトル何でしたっけ。サイレントサイレンです。そうです。ちょっとドキドキする間が来ますけども。それから、シングルが6月、8月と。はい。6月がハピマリ。はい。8月が8月の夜というのが出まして。はい、夏フェスいっぱい出たんですけども、はい、でこの度、今年3枚目のシングルが発売になりました、はい、11月4日でございます、はい、タイトル教えてください。せーの、アラーム。いいですね、若いフレッシュ、22歳プラスアルファ、はい、気になっちゃう。ごめんなさい、だいたい同年代みたいな感じで大丈夫です。ちょっと違いますね。ということでアラームが出ました、はい、いやでもこれリリースすごいですね。もうテンポ感というか、はい、早すぎだなと。いやこれ俺ほんま心配ある。早すぎは多分スーさん歌詞書いておられるんで、歌詞とかどうですか、大変ちゃいます。歌詞大変だなと思う時もあれば、こうすんなりいく時もあればっていう感じなんですけど、やっぱテンポ感的には早いなと思いますね。ね、すごい、はい、もう 2,3 ヶ月でトントンいってる感じしますもん。その間にライブもあったりフェスも出たりしてるわけですからね。そうですね、夏は海外にも、こう香港、台湾、インドネシアでもライブをしてたので、もうほんとライブの合間にこう、曲作りもしてっていう感じでしたね。しかも今回のですね、アラームという 11枚目、うわ、はい、あーすごいですね。11枚目だ。この11枚のシングルはあのドラマの主題歌になってるんですよね。はい、そうです。これ書き下ろしですからね。ほんだらこれそうですね。すごい。ただこの曲聴いて思ったのが、ちょっと AW ソングやなと思ったんですよね。そうですね、なんか今回3曲新曲を出してるんですけど、リスナーさん分かってる AW って何か。 AW です。おしゃれな単語知ってますね。これおしゃれな単語なの。割とおしゃれです。 AW っていうのほんまは AW オータムウィンター。 AW メモとこ AW に一か八かで掘り込んだの。 AW オータムウィンター、秋冬ソングっぽい感じしたんですけど、まあジャケ写的にもチェックみんな着てたりとかで、まあ秋っぽさは出てるんですけど、サウンド的にもなんだろう、こう一枚羽織ってるみたいな感じの、ちょっと温かい素敵な表現、サウンド一枚羽織ってる。はい、だからもうイントロのギターの感じからしてもなんかね、あ、ちょっとシリアス感みたいな。曲の前編にピアノがね、後ろでバーって弾いて、これがまたね、コード感がめっちゃありますね。はい、これええ感じなんだ。あと歌詞がまたね、そうですね、はい、なんか何の曲を聴いててもハモりたくなっちゃう。わかる、わかる、うん、例えばあ、ハモっちゃったって言うもんね、うん、あ、ハモっちゃったって、ね、ハモっちゃった、なんかちょっと軽く鼻歌にハモっちゃったって感じとか、なんか曲を聴いてて、全然その曲自体にハモりは入ってないのに、こうハモってみたりとか。なるほどね、はい、かっこいい、かっこいい、いいと思いますよ。ってさんありますか。あれですかね、自分のパートのことしか言えないみたいな。だからアイニャンとかもなんかあれさ、ドゥドゥダーダダン、ドゥドゥダーダダンとかあるじゃんとか言って、でもいや、そのドゥドゥダーダダがやっぱベースのパートだからわかんないみたいな。わかる、あ、いやいやいや、なるほど、自分のパートを言ってしまうみたいな。なるほど。例えば僕もバンドやってたんで、カラオケって入ってるんですよね。はい、はい、で歌ってみてよ言われた、俺コーラスしか分かれへん人。ああ、分かります、分かるでしょ。はい、私もあの逆に主メロ歌えない。そう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 、なっちゃって、歌詞も俺知らん人、いやそれは知っといて言われてごめんっていう。あ、そういうもんですもんね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回のシングルはですね、タイプが3つ出てるんですね。はい、初回限定版の通常版 AB と出ておりまして、AB がカップリングが違うんですね。そうです。 A が光、はい、B が君好きスマイルという曲なんです、はい、僕ね通常版 B のこの君好きスマイル、はい、これ結構ねっぽい曲やなと思ったんですけどね。これは一番サイレントサイレンっぽい曲ですね。やっぱりでもそれがあえてのこうカップリングに入っているっていう、はい、まあちょっと大人になったサイレントサイレンというわけで、ではアラーム、うん、見た目1ミリも大人になってないですけどね。でもこれちょっとね、歌もちょっと早口ラップ的な感じで遊び入れてるとか、はい、面白いなと思うんですよね。そうですね、なんかこうこの曲が一番遊べるなと思って、うん、ポップだし、うん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 、だからいつもやったことないそのリリックを詰め込んでラップ風にするっていうのをこの曲の2番でやってます、ね、すごいです。これやっぱりスーさんならでは、22歳ならではの彫り込み方やなと思いました。22歳でラッパーにこういいと思い、手を出そうと思って出していこう。あと気になるのはやっぱり何ていうのよく出てくる印象に残るフレーズね、君が好きだからキスしたい、はい、まあなんてストレートな、これも感情赴くままやんと、もう腹立つからどつきたいみたいな、はい、それぐらいのイコール。そう
ですね、うん、もうなんか好きすぎるからもうチューしたいわみたいな、うん、なんかこれも学生の映画なので、うん、学生を主題にした映画なので、そのもう学生目線、学生の男の子目線なんですよ、どっちも2曲とも。なんでちょっとその思春期の男の子、あ、なるほどな、はい、ちょっと落ち着いてる男の子と、ね、もう活発で、はいはいはい、もうね、君しか見えないみたいな。なるほどなるほど、はい、こちらが映画通学シリーズ、通学途中の主題歌になっているということで、はい、ちなみにギターソロ行ってからピアノソロ行くんですけど、こんなライブとかすごい映えそうやなと思いましたけどね、うん、ドラマチックみたいな。そうですね、うん、結構最初はソロパートを大事にしてて、どの曲にも結構ソロがあって、うんうん、ピアノだったりとかギターなんで、うん、いいんですけどもね。だから歌始まった瞬間、俺青春を感じたんですよ、なんかわからん、このおっさんが。本当ですか、これマジで部屋中にループするでも一気に俺グッとへぇー。あとプラスもう一個気になるとこ言っていい？はい。終盤に出てくる楽器がちょっとごっそり抜けていって、はい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 、スーさんの声がにょっきり前に出て、落ちサビ。はい。I want to make your smile 夜が明けて朝が来るように、はい。あそこグッと来た。ここ！と思って聞いてくれる。ああ、はい。いいですよね、あそこ。あそこいいですよね。いいです。すごいいい。すごいいいって思いながら毎回聞いてます。やっぱりそうでしょ、うん、メンバーさんも思うでしょ。すごい。いや、ほんまこの歌聞いて、スーさんの歌声の可愛さ5割増しと思って。でもなんかこう、はい、朝の爽やかさみたいなのは出てるなって。まあまあこれね、ティファニーで、いつかティファニーで朝食をですからね。はい。じゃあ曲いきますか。はい。曲紹介お願いします。はい。11月4日にリリースした新曲です。サイレントサイレンでアラーム。はい、ね。あれ見てると面白いのはやっぱスーさん、はい、料理してるシーンとか。はい。フライパンをちょっとファファファーっとしてるんですけど、あれ見た人がこれ料理やっとらん人やな。違うんです、あれは大げさにやってって言われたんで、はい、監督さんからの、はい、もう大げさにやってた。あ、なる、だからちょっとな、振り方下手くそやな思ったん。いや、もうあれはもうね、監督の、ね、なるほど、本当はできるんですね、じゃあ料理をね。そうです、もちろん。はい。何得意料理なんですか。え、目玉焼き。これしないです、どうでしょう。あ、でも目玉焼きがすっごい美味しいらしいです。はい、目玉焼きだけは。ちょっと教えてもらう、美味しい目玉焼きのコツ、どうやったら美味しくできるんですか。うちのフライパンで、うちのフライパンで、うちのスーちゃんのフライパンで、普通にも卵を割って、2個割って、でちょっとだけ時間を置いて、水を入れて、蓋をして、もうずっと離れないでこうやって見て。見守ってるんだ、はい、で、はいはい、水がなくなったぐらいの時に蓋を開けて、ですごい様子を伺って、こうあー今だっていう時にお皿に移すっていう。この尺いる、この時間あ、でも美味しくできるんですね、目玉焼きね、はい、それ以外はちょっと。そうですね、はい、分かる。このミュージックビデオ、あのゆかのさんも、はい、僕的にはちょっと世代的に気になったのが、はい、ちょっと一ネタ掘り込んでますよね。そうですね、あの眼鏡かけていらっしゃるんですけど、はい、まあまあこれちょっと僕ら世代で言うとケント・デリカットさん風に目が、はい、大きくなっちゃったよー言うてそれが分かんないもん、分かれへんのこれ。それがちょっと分かんないですけど、でも私の場合ド入りのスタッフさんのド入りのかなり度が高めの眼鏡だったので、はいはいはい、逆に目がちっちゃくなるよーって思ってました、はい、でもちょっと引きの絵だったので、はい、全然伝わってなかったみたいで。いやいや、俺はチェックしました。伝わってました。もうガンガ掘り込みはったなと思った。なるほど、分かりました。ということで、ミュージックビデオも別にご覧になってください、はい、さあここで一応いきますか。ああ、自分が音楽人だなと思う瞬間。そう、さあ今夜のゲストなんですけども、ゲストとしてはもう1年半ぶりの登場になります、ガールズバンドサイレントサイレンさんが来てくれます、4人バンドなんですけども、今日はどの2人で来てくれるのか楽しみでございます。今夜の音楽ビートも最後までお付き合いどうぞ。改めましてこんばんは、山本昇です。 ESP ミュージカルアカデミープレゼンツ音楽ビート、それでは今夜のゲストをご紹介しましょう。サイレントサイレンさんです。どうもこんばんは。こんばんは、サイレントサイレンです。ボーカルギターのスーです。キーボードのゆかるんです。よろしくお願いします。フレッシュよろしくお願いします。お願いします。その決めはやっぱり何年経ってもやるわけですね。そうですね、はい、念のため、はい、今のところまだ、はい、やっております。というか今日がなんと、はい、びっくりしたんですけど、うん、11月14日が、はい、サイレントサイレンさん、はい、デビュー記念日なんですね、これね。はい、そう
これめでたい。ちょうどデビューされたのは2000何年でしたっけ。2012年そうです。ちょうど丸3年経ちましたよ。すごいな。あっという間。あっという間でした。あっという間ですね。あ、そうですか。その3年のうち1年半この番組ごっそり留守番僕守ってたんですけどもただでも僕もごめんね、ライブ7月に渋谷公会堂、はい、これ久々にライブ見させてもらったんですけど、ありがとうございます。変わってた、いろいろ変わってた。おマジで。前は僕ね、サイレンサイレンキーボードの印象強かったんですよ。おうおうおう、キーボードピポパポっていう、はい、ピコピコ系の。ところがもうギターバンドみたいに、おスーさん、またしかもギターめちゃめちゃ弾くやんと思ってびっくりしたんですよ。おそう、だから今までは例えばフレーズとかあったら、あ、これサポートギターさんライブ入られるんで、あ、これサポートギターさん弾いてるのかみたいな、スーさんは全部弾いてるぜこれみたいな。そうですね、結構シフトをそっちにチェンジして。違い出てますよね。やってますね。いやもうほんま立派な22歳ですその年齢を私は大丈夫です。あ、ごめんなさい、わかりました、はいはい、でもほんま渋子を見てね、ゆかるんさんも元気いっぱいで、はい、もうあのステージの向かって右側にキーボードね配置されてるんです、はい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 、いつ見ても左手上げてる、はい、そうなんですよ。右手でこのキーボードを弾きながらいつ見てもまっすぐ左手上げてる、はい、あれ大丈夫あれ。なんかすごいもう慣れたんで筋肉痛とかなんないんですよ、うんうんうん、左手だけは。あ、そういう仕上がりになっちゃった、はい、なんかそういう仕上がりに仕上がりだって仕上がりに噛んでないよ、うん、あ、そうなってね、はい、ライブ盛り上げるのもまたね、うん、お上手で。めっちゃうまいです。めっちゃうまいですいや元気だけが元気で、こうあの声が大きいのだけが取り柄なんで、はい、もう声だけ大きい声出しとこうと思って。いやそんなこと、はい、あのラブファイターっていう曲はいはいはい FOVE ラブナイっていうあれ、ね、振り付けやったり、はい、出ますね。あれすごい、僕すごいですよね、うん、ね、あれはほぼワンマンライブでしかやらない曲なんで、うん、あ、そうなんですか。はい、そうですね。あれをまた振り付け先生みたいな感じでゆかるんさんやるから、はい、素晴らしい。俺ほんま先生がほぼさんに見えてきてあれゆかるんじゃないとできない。はい、ゆかるんじゃないとできない。あれできないですよね。あれスーさんできないでしょ、あんな、はい、できないし、一回リーダーのひなが、うん、ドラムのひながやったことがあるんですけど、うん、すごかったですねまあそれはそれでレアでよかったんですけどはいはい、はい、やっぱりそういうのはゆかるんがうまいですね。いやでもそういう人柄が出てるのすごいキャラでいいと思いますよ、はい、というそんなサイレントサイレンさん、この1年半番組出てる間にもいろいろありまして、はい、どっから触っていこうかなとはいうことなんですけど、やっぱなんといってもこれ今年の1月の、はいはい、日本武道館ライブ、イエイ、はい、もうちょっとこれ聞いた時、まずニュース聞いた時びっくりでしたし、僕ちょっと見に行けてないんですけど、はい、でもほんまにやったんか、もう怖なってきてこれ確か武道館の発表をするとき山本さんが一番最初だったんですよ、ラジオで。そうかそうか、ラッキーガールのラジオの時来てくれたからね、はい、あの時は。ああ、そうなんです。そうかそうか、おめでたい日は山本さんっていう、すごい節目節目で山本さんと、はい、そうですね。もう武道館すごい、どうでした、ゆかるんさんとか。いやもう、うん、とにかくすごかったですね、うんうん、もうこう幕が降りた瞬間に、うんうんうん、バッて広がる、うん、あのサイサイカラーのピンクに染まった、一面ピンクに染まった武道館を見れたのが、もう未だに鮮明にこう思い出しますね。はあ、でもお客さんの顔とかもなんか見えたみたいな、うん、めちゃくちゃよく見えます。武道館あんな広いとこでも、うん、はい、すごい喜んで、めっちゃ笑顔でこう一緒に歌を歌ってくれてるファミリーとか、うん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 、あとこう昔から応援してくれてるファミリーのみんなすごい号泣してくれてたりとか、ね、それを見てこう私たちがこうもらい泣きしそうになったり、もらい泣きしそうに、はい、でもまだ1曲目だったんでまだ泣けないと思って我慢してたんですけど、ま、私頑張ろうっていう。すごい、もう感動しましたね。なんかアンコールもすごい劇的な思考であったみたい、はい、うん、アンコールは、うん